十の皆さんどうもこんばんは。時間が経つの早い。また1週間経ちました。水入れてくぞ。水を漏れるなよ。1週間経ったんで、その塗装塗ってからね、5日後しか水入れるなんていうことなんで、1週間経ったからもう入れてもいいんだけど、今から入れてくけど漏れるなよ。頼むぞ。うわ、漏れるなよ。あ、あんまり変なものにしたら漏れてるかどうかわかんない。雨がでもここのとこひどいね、ほんとね。ずっと雨降ってるな。梅雨やな。7月入ってんのに。おお、入ってる水が。あの辺からね、染みて出てきたらもう泣くから。わしはここでこうやってさ、今水張ってさ、これ満パン張るのに4時間か5時間ぐらいかかるんだけど、4時間後、5時間後にあの辺から、前はね、あの辺全体がピューって染みてきたので、下から漏れてきて、であとこの辺からピュー漏れて、下からじわー染みてきた。さあお楽しみだ。待ってみよう。漏れないで。一生懸命塗り込んだからな。うわー、汚ねえ。お、虫がおる。蜘蛛がおるやん。危ない。蜘蛛大丈夫か。ああ、来てる。ウォーターがやってきてるよ。ウォーターが完全に溜まって、頼むでよ。漏れないでね。ここで漏れたらどうしたらいいんだ俺は。甘いなあこの穴は。こういうとこから水が染みて、なんか染みていくんじゃん。大丈夫か。流れとしてはね、これ今満帆になった。でもし漏れなかったら、そのまま水を1週間張ったままにしといて、中の塗料の養分を出す。で水をもう一回全部出す。でもう一回水入れる。でもう一回水全部出す。でまたもう一回水入れる。これでようやく魚を入れれる環境になると。でさらにその水が出来上がるのに1ヶ月かかるみたいな。池作りって大変なんですよ。甘くないんですよ。クモ助けたるか。クモが溺れとる。あそこでクモの糸だな。まさに水に上がろう、陸に上がろうと思って落ちてを繰り返してるから、助けたろう。いやクモの糸やぜ。よいしょ。意外にこれ容量悪いんだな、雲って。こんな壁なんかバーって登るかと思ったんだけど、登らないんだよ。登ろうとして落ちてを繰り返しちゃうんだよね。その中で、雲の糸。よし。雲。ほら、逃げておき。逃げたな。OK。漏れるなよ。この辺は漏れないからな。よし、漏れるなよ。頼むぞ。漏れるなよ。どこ行った。これ発見。おお、すげえ。カエルくん何やってんの。カエルがちょっと溜まったよ。これ1時間かけてやっとこんだけだからね。溜まるの遅え。今んとこ漏れてないっすよ。あれから3時間経過して雨が降ってきたんですが、漏れてるでしょうか。お、水は5割溜まったところ、今のところ漏れてないな。この辺はもう初めから濡れてたからね。この辺の、うん、こ
ここも初めから濡れてたから雨が降って漏れてないよ今のとこ。ただ問題は 100% 貼った後に5日ぐらい置いて漏れてこないかどうか見なきゃいけないな。今のところうまくいってるぞ。しょ、はい、雨降りの中作業ついてね、今扉をやってます。どうできそう？あと調子がをつけて、うん、くっつけるだけ。あとノブをつけるだけ。どうだ、結構気合入っとるね。うずらかなんか飼育する？あ、見てよ全部。うん、うずらの買っちゃった。あれマジで、うん、ニューセーランも買わない。ニューセーラン買ったら実験ならんからさ、スーパーで買ってきて何匹孵化するか。たださ、孵化させた後育てないかんっていうことがあるから。17日もかかるよ。うん、ただどうこれ。いや、今から腸外がつくので。あ、腸板が腸つがい、はい、石村さんどうこれ。はい、今から入れたいと思います。ここが肝だよね。ですね、高さやっぱ調節できるやつやん。はい、ね、腸つがいやん。はい、腸つがいやる。やります。その後にあそこビシッと合わせんとあかんでね。そうですね、うん、なかなかビシッとまあでも失敗したらまあ訂正したらいいや、うん、まあうまくいくよ。どうしようどうしよう、何を悩んでる。いや、付け方がこれ僕初めてで、うん、フラッシュ長板というんですけど、ちょっとでもずれたらあれってなるもんね。そう、そこんところだからもう状況見てやらなあかんね、うん、そう何笑うとこあった笑いでこないから、とりあえずこれいやもういい、2枚入った時4つ付けましょうか。ちょっとやってみ、まあ、とりあえずまあ失敗してもしょうがないよ、やってみよう。いやーもう雨降りの中もどんだけやるん俺ら。びしょびしょやもん、気持ちがある。いや一応もう海パンなんで、ね、ああいいよいいよ、はい、扉がない、まあ、寒ないでね今日は。はい、え扉できますよ、もうあそこにつきますから。おつけてよ、はい、これいいね。いいでしょ。お水漏れとらんか。あ一箇所、えここもう一回やらないか。どこ、うわあそこです。あそこだけ、一箇所だけ。高橋さん、あそこ、そう、あそこだけ漏れとるやん。はい、あと一塗りですね。今8割変わって、はい、漏れとるな、ちょっと。そこだけ。ただじんわりやな。はい、よかったです。前向きにいきましょう。さすがプラス思考やな。はい、もうでもほぼここしか漏れてないやん。そうです、もう大丈夫ですよ、そこだけ塗れば。ちょっとあと入念にやろう、8割やってな。はい、ここな。はい、そうだ、雨降り大変だね。そうですね、これはもうずっと雨ですかね。え毎日も入れちゃうんで、もうこれたまらんがな。はい、うまくできそう。できます、もちろん。ああちょっと濡れるけど頑張って。はい、わかりました。いや濡れながらやっとる方がね。すぐ風邪ひくじゃないかって。嘘、最初も風邪ひくじゃないかね。コロナじゃねえか。いや大丈夫です、多分。うん、今あれコロナさ、あれ1割ぐらいおるらしいでね。しとる、これあれ表に出とる数字はあれ信用できんで。俺多分東京都民の1割ぐらいかかっとると思う。まあそれはわからん、ね、うん、でほぼ免疫で 無症状な人が多くて、うん、なんかそんな気がするわ。だってさ、著名人がさ、かかりすぎとるで、おかしくない。まあ確かにね、比率が、比率はちょっと合わんもんね。おかしいでしょ、うん、たった1万人ちょっとなのに著名人の割合が異常に高い。まあメディア出る人はちゃんと検査やっぱ受けるんで。ああ、やっぱりそっち、まあ行かない人もさ、多いやな。ケガニおじさんみたいなな。どうですかね、全部うまくできそうか。腸つがい、いや腸つがいはもううまくできてます、ね、あ、もうできたんや。あ、あともつけるだけか。はい、あとどれつける。ここの部分か、ちょっと開けて開けて。あ、できとるやん、腸つがい。そうでしょ、こらいいな、はい、皆さん、あそこだけなんだよ。あそこが漏れてるというか、染みてきてるわけね。うん、で、水を張った時にね、このぐらいまでは漏れてなかったの。水がこのぐらいになった時に染み出したわけ。だからおそらくこの辺が漏れてる可能性が高いんで、また来週ここ一面畳1畳またセメントだわ。完全に水が止まらないとね、ポイは入れれえけん。ああ、今田さんほぼできとるね。そう、でもここが縦に合わすのが、しかもあのかっこいいな、取っ手がかっこいいやん。なんか昭和の取っ手で重要でしょ、そういうの。そう、ちょっと下から
あの取ってみて、かっこいい取ってついてる。そこピシッと合わさんといかんからな、雨降りの中でやるぞ。さあ今2人でケンケンガクガクやってね、網をなんか鳥小屋だな、あれってなんか濡れてなんかものすごいやってるみたいに見えるけどね。濡れとるだけか。これもう鯉やめて、待って、あれうずら買おうかな、中で錦鯉やめちゃって窓漏れたんだよ。いやもうあれは止まるよ。止まるかな。できできたね、ピシッと入ってる。うわうわ、観音開き、観音開き、おお、水漏れだけだなと。まあとりあえずこれは水をね満杯に張って5日間このままにしときます。どういう風に漏れていくかまた見ながら、アク抜きですね、塗料の。そのためにちょっとこれを維持していこうと。でこっちでは扉をね作ってもらってる。できた？はい、完璧？完璧です。おお、いいじゃない。2日間かかったね、はい、これはいいのできたで。どう石丸さん、どう？あ、なかなかいい感じでできました。茶会もどう？2人の最高傑作、はい、もうほぼ今回のは、茶会上山さんと石丸先輩この2人で作ったね、この扉、はい、これどうでしたか、感想。どうでした今回の扉。楽しかったです。大変でしたけどね。どの辺が、ちょっとでもずれると、うん、蝶つがいのところが一番大変でしたね。ピシッと入らない。はい、調子が大変でした、はい、そこをだから平行取ってピシッと合わせて、そうです、ボルト打って、はい、でもね、やっぱり最初のコンクリートに穴開けて、うん、何アンカー入れる作業が、あ、一番疲れました、うん、一番最初の枠の初めの設計とね、はい、どういうのをやるかっていうのは、そうです、うん、この巨大池も約8日間ですか。いや、9日間ぐらいかけてますからね。あ、もうこれは巨大池の終わりっていうな、最後のナレーションですか、それは。いや、まだ終わってないですよ。まだ終わってないですよ。いや、まず水漏れ補修も俺、あそこはもう俺一人でもやっちゃうけるぐらいだけど、あの、もう一回ろ過層も作らなきゃいけないでしょ。あ、そっか。あれ、錦鯉の放流式。あ、放流式もじゃない感じ。あ、式典も行わないけどね、うん。今回の巨大池のさ、動画さ、時間と手間と労力と金はかかるんだけど、再生回数が伸びないっていう、こっちも迷惑したよね。まあそうですね、結局は頑張った労力が報われないって、結局キッズたちは何が見たいんだって言いたいの俺。ああ、そうですね。ガサガサやっときゃいいんやけど。これね、ちょっと失敗だった。本当ですか。だけど俺は大満足よ。あ、そのやったことは。いや、高橋さんが満足ならいいんですよ。そうそうそう、再生回数を超越した趣味の世界だから。はい、まあこればっかずっとやってもダメですね。そうね、だからもうあと、はい、もうあと2週間ぐらいで終わるから。っていうかさ、これのいかんのはさ、一回作業したらさ、次こう防水してまた5日間空けて、で、ね、でモルタル塗って1週間空けてとかさ、はいはい、もうパンパンっていけないのよね。ですね、うん、はい、だから結局いろいろ計算したらね、鯉を話せるの1ヶ月後だわ。塗ってこれね5日後こう話すやん、そしたらあそこ補修するやん、漏れたとこ、はいはい、でその後にもう1回見せるやんって。でまた今度5日間待つ。でそれを抜いて、で今度また満杯にするの。で今度また3日間待つの。でまた水抜いて、ようやくアク抜き完了。でようやく水入れてやると。長いですね。長いよ、もうすぐ結果が欲しいんですけどね。ああ、そうやな、はい、できた、できた、楽しみだよ。あと、そしたら、あの、鍵金を、はい、あ、鍵をつけれるっていう。そう、高橋さんの切手の、あの、お願い。はい、質問、俺鍵なくていい。え、高橋さんリクエストしてる。ああ、鍵って俺こういうなんかいいのかと思った。あ、こういうつけるやつね、こういう、はい、それ必要ですよ。ですよね、こうやってクッてやるのは。じゃあ俺はこういうさ、鉄のさ、本物の錠かけるやつだと思って。錠かける多分これにかけるんでしょ、錠を。あるの、あの南京錠。あ、南京錠やるわけ、はい、あ、いいやん。いや、そっちの方があの安くつくんで。じゃあ高級西小屋でさ、こうなの鍵なくしちゃって今度開けなくなっちゃったから、そしたら買いたいやな。鉄の子で厳しくなっちゃう。どういうやつをつける、うん、もうそれで結んでガチャってやってね。これ南京錠もつけれるね。南京錠もここただ、うん、こんなか簡単なんで、うん、こうビス外されたらもう、まあ監視カメラつけてあるから、あ、使いやすければ。高いとこはどうなんだろうね。
どっちがどれですか。分かんない。超つがい。おお。ここまではできた。こんだけでも、こんだけでも50分ぐらいかかるからな。もうそろ満帆になるね。あ、漏れてきた。今ここが1個目の水漏れあったや。2個目の水漏れ、さっきまで、ついさっきまでなかったんだけど、水位がこの、ここを超えた段階で漏れてきた。だからこの辺で漏れとんだろうな。この辺で漏れて伝ってこう漏れとるな。ここだな、もうここ畳1枚分と右側1枚分、こことここやらないと漏れるな、水は。これ大変なことになったで。水漏れ池漏れとるやん。染みとるからね、あんな漏れちゃったらね、1日1センチずつ減っていくからな。甘かねえわねえ。はい、コメントで教えてくれたわ。要するにね、水が深くなるでしょ、うん、そうすると水圧は底の方にはかかるやんって。だから上よりも熱くなれば熱くなるほど、そこに水圧がかかってあの辺が漏れちゃった。この部分で一緒だね、深海魚もね、うん、耐えれるやつだけしか生きとらんね、水圧が。困ったな、やり直しや。いつになることやら完成まで。でも絶景だね、こんだけ水張ると、うん、なんか青の洞窟みたいだね。めちゃめちゃ綺麗やね、ほら。しかもこのブルーがちょうどよかったやん。そうだ、ね、ブルーとブラック混じってさ、うん、日本にないカラー。日本にないカラー、それはこんな塗装する人おらんのやな、俺らぐらいしか。ブルーターコイズの塗装、黒と水色を混ぜた。これ逆だったね、これ。逆にしたらよかったね。水色の手が黒くなる。そうそう。なんだけど、今思ったけど、逆に成功した。あ、めちゃくちゃかっこいい。なるほどね。ブルーターコイズ。あ、で、水が水色で、こんなんなんか、洞窟の色みたいやない？そうだね。青の洞窟だね。青の洞窟。ただね、俺水漏れも心配だけどね。うん。上が大丈夫かな。上が崩れてくる。ダカーンって崩れたらもう、決めになっちゃうね、これ。それは大変や。いや、でも、これマジやばない、うん、このブルーターコイズ。めちゃめちゃ綺麗、マジで。ほら。いいでしょ、うん、この中に、あの、競合意が、ただ、こんだけ水張るとさ、この辺確かにさ、コメントでいろいろ言われたけどさ、本当に怖いよ。見て。これ。水圧が多分ね、こっちだけで 2トンぐらいあると思うんだよ。2トンと1トンにも押されてる状態、まあ、だからここでバーン言うて。まあだけどこれ数学上で考えたらそこ、うん、小さいじゃん、うん、面積やっぱり多い方がやっぱり深くかかるね、絶対。あそこの方が多分小さいと思う、小さいから。いやー、ただあれものすごい、これがこっちの方がすごいと思うよ、俺は。ここと両側の崩れる、うん、なんかさ、大丈夫大丈夫言っとったけど、いざ見ると確かにこれ水圧やべえわ。崩れる可能性あるな。とりあえずこのまま1週間置いとってみようか。いやー、鉄筋やっとくべきやったマジで。鉄筋やったことはしたけどね。いやいや、やったことやって、途中になんか支柱入れようかな、こうやって使い込みたいな通りづらくなる。だんだん細かいやつになるよ、こういうの。ていうかもうさ、これあそこなくてさ、ここでいいんじゃねえかと思って、うん、ここカットしちゃって、ここ二重三重にして、うん、そうしたらこれだけまた水が溜まる。そうそうそう、そうしたらもう塗るところも少なくなったね、これが大変やったね、セメント塗りが。ということで皆さん、多少水漏れしてるんですが、また来週補修してなんとか成功させましょう。プールみたいにするこれ。あれから2時間経過しました。漏れが広がってきた。見える。さあ、くんぬき。相手は手強いぜ。これからよ、水漏れとの戦い。
はい、水をね満パンにしてからね約6時間経ちました。はい、今夕方の6時ぐらいかな。はい、ブルーターコイズみたいで黒と水色を混ぜたのが逆にめちゃめちゃ神秘的で、世界で1個の鍾乳洞の中のような綺麗な水族館みたいな巨大池が完成したのが良かったんだけど、何度も言うように水がさらに漏れてきとんねん。あ、水がここを持ってきとんねん。あそこもあれ水が完全に漏れとんねん。あれやったらもう使い物ならへんねん、この池。あ、どうよ皆さん、これだからね、もう一回水全部抜いて、あそこもう漏れちゃうから、旬できちゃうから、うん、やり直しだ。まだまだ漏れとるよ。え、さらに本当や、ここも結構こっちも来とんやな。もうだからもう伝ってくるんだわ多分。あ、だからもうこの面一体この字の部分が、うん、はい、あれからちょうど24時間経って水漏れはどういう変化をなったのか。お、きっちり旬でくれてますね。かといってバーバー漏れてるわけじゃなくて、旬でる旬でるって感じで にじみ出してきてるイメージ。はい、ここ見てください。昨日24時間前にね、ちょうどここのラインだったんですよ。約1センチ漏れてます。はい、1ヶ月で30センチ漏れるという水漏れ池の完成でございます。はい、うわー、作業が進まない。もうね、今からこれ全部水抜いて、でまた3日間乾燥させて、で乾燥したら内側防水モルタルでもうぎっちりこういう状態になります。まあ、これもうめちゃめちゃ時間かかるわ。これ業者さんに作ってもらった方が安つくわ。はあ、ただね、この手作り DIY で失敗を重ねながらやることによって世界に一つしかない巨大機が作るってことが、あの今回のやっぱり挑戦なんで、自分ので、偶然できたんですけど、水色と黒を適当に塗ってたらめちゃめちゃ綺麗なターコイズブルーになったんですよ。まさにこれはあのアマゾンとかに行ってね、地下に潜って掘ら穴巡ってったらこういう感じのターコイズブルー、長年の蓄積で世界に1個しかない巨大池、この池はないでしょ、日本に、世界にもないでしょ、うん、みんな一様に黒でしょ、真っ黒にするとか水色にするとか、それじゃダメ。見てごらん、このターコイズブルーの美しさを、そして人間の足が傷跡が残っていることによって人が作った人工物であるということも明確に未来の子供たちに教えることができる。さらにこのターコイズブルーのこの水域、もう芸術以外のもうこんなもん2億円でも買えないよ。世界に1個しかないわけだから。マジで気に入ってる。マジでね、水色と黒混ぜた時に汚えなと思ったんだけど、いざ水張ってみたらこのターコイズブルーの、あれもう日本にここだけでしょ、この色合いは。おそらく世界で1個の巨大池ね、1ヶ月以内には稼働させて、錦鯉とか巨大魚とか、まあ土壌とかメダカとかいろんなもん入れて生物多様性をここで作っていくんでね、楽しみに待っててください。ブスちゃんまた放送みんな心配になっちゃうけど大丈夫だね。あ、ちょっと、はい、はい、じゃあ次の質問いきます。はい、好きな、はい、女性のタイプを。好きな女性のタイプですか。うん、迷います。